半年間さん、どうもご苦労様です。スポーツアイがお送りする NCAA 全米カレッジバスケットボール、今日は西村の スポーツアイがお送りする NCAA 全米カレッジバスケットボール、今日は ACC のデューク大学と、そしてノースカロライナ大学の一戦です。ノースカロライナ州チャペルヒルのディーン・スミスセンターです。デューク大学と、そしてノースカロライナ大学という注目の一戦を迎えています。解説は奥野俊一さんと島本和彦さん、実況番新一郎でお送りしてまいります。奥野さん、島本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。例年ならば、本当に全米のトップクラスの両チームが戦うということで、非常に興味あふれるところなんですが、さて、それではまず両チームのスターティングファイブからご紹介します。ジェフ・ケイツペル、クリス・コリンズ、リッキー・プライス、カーメル・ウォレス、グレッグ・ニュートンがデューク、そしてノースカロライナはダンテ・カラブリア、ジェフ・マッキニス、ヴィンス・カーター、アントーン・ジャミソン、そしてサージ・ジュイッカーという、こういうメンバーです。白いユニフォームがノースカロライナ大学、そして、ブルーのユニフォームがデューク大学です。来てますね。はい、ノースカロライナの OB も見てます。ウォレスと左がスタッカウス、はい、右がウォレスですね。はい、ノースカロライナ大学とデューク大学の一戦です。今両選手の姿、映りました。いずれも NBA に移りましたけれども、島本さんね、ノースカロライナ大はやはりその2人が抜けたのが大きかったようですね。いや、ものすごい、これほどの痛手をね、被ったチームはないですね。しかしまずはノースカロライナ大学が、ダンクで決めました、ジャミソン。ところが、今のような素材が次にすぐ現れてくるという、恐ろしいチームですね、ノースカロライナってのは。ノースカロライナはこの時点でランキングの第8位、デュークの方はランキングから外れています。つまり25位以下というところで、現在も30位前後というところなんですね。さあ、やはりデュークは去年は島本さん、コーチ K ですね、シャシェフスキーコーチが腰でしたか、そうですね、手術をして前半はちょっと出ましたけれども、あと終盤、20試合近くを欠場したんですね。そうです。やっぱりね、こういうふうに見ていきますと、いかにコーチが大事か、そのコーチを中心に、バスケットボールというのはこうチームが形成されてるかっていうのがよくわかりますね。本当につい最近ですもんね、2年連続で NCAA のトーナメントを制したのがね、91年92年ですね。しかしその後がノースカロライナでした。ということはこの ACC の両校は本当に全米でもトップクラスということは間違いないですから、この ACC をね、俗に殺人リーグとも言いますよね。さあ、今シャシェフスキーヘッドコーチが出ました。去年はとにかく ACC の中でデュークは2勝14敗、第9位、これは信じられないような数字なんですが、今ボールをノースカロライナが回していきます。スリーポイントショットは決まりません。リバウンド争いはデューク34番のウォレス。この20番のね、はい、今の得点した選手、クリス・コリンズ、はい、彼はですね、今デトロイトのヘッドコーチ、デトロイトピストンズのヘッドコーチで、デュークのですね、はい、グラント・ヒルをこうチームの中心にして、ヘッドコーチをやってる、はい、ダン・コリンズさんです。なるほど。でこの子はですね、本当にちっちゃい頃からですね、はい、お父さんはシカゴのコーチもやってましたから、マイケル・ジョーダンがこうぐーっと登っていく時の、コーチだったんですね、はい、ですからね、マイケル・ジョーダンがシュートをしていると、はい、ちっちゃい子がこうやってボールボーイでこう拾ってたっていうのがこのコリンズです。なるほど、はい、今ジョーダンというお話出ましたが、ノースカロライナ大学の方は、ジョーダンをはじめとしてちょっとロスターを調べてみたんですが、 NBA 現在現役で14人もいるんですね。すごいですね。デュークの方も6人います。また後ほどご紹介したいと思います。今数字が出ましたが、リバウンドマージンがデュークがマイナス 1.2、 ACC で一番少ないんですね。でノースカロライナの方がプラス 7.5 で ACC のトップ。
あリバウンドがノースカロライナとデュークの間では相当大久保さん違うんですね。そうですね、バスケットで一番大事な要素ですよね。はい、まあ、よくあのサイズだけでは、測れないと言いますが、ノースカロライナの方は確かにゴール下がジュウィッカーが2メーター18、ジャミソンが2メーター3、対するデュークの方は、ニュートンが2メーター8で、あとは1メーター台なんですね。はい、うん、そのあたりの差も若干あるのかもしれません。さあ今度はそのデューク、これです。ニュートン、その1人、ただ1人の2メーター2メーター8センチのニュートンのボサンズのスラムダンク、ファウルがありました。これがノースカロライナ24番のダンテ・カラブリア、デューク13番ドムザルスキーという1年生が入ってきました。ニュートンに代わって入ってきたようです。まあ、あのデュークの方はその13番の島本さん、はい、テイモン・ドムザルスキーという1年生がなかなか注目をされているようですね。55番のニュートンも残ってますから、これはちょっとサイズ的には大きくなりました ね、はい、ドムザルスキーは2メーター8センチ、ニュートンも2メーター8センチ、ウォレスが退いたんでしょうか。これはズイッカー、2メーター18、いいですね、あの高さでいいシュート打ちますよね、はい、もうタッチが柔らかいです ね、本当にそうだ。さあこれはすごい遠いところから決めました。文字通りダウンタウンのそのまた外れからというよりも街の中心部から打ったというところですが、13対8、デュークのリードは5点。岡野さん、ノースカロライナ立ち上がりは 2-3 のゾーンでしたが、ちょっとまたディフェンスも変えてきたようですね。似てますね、お父さんにね、うん、このお父さん、ダグ・コリンズはですね、本当にドリームチームを生む、原因となった、ミュンヘンオリンピックの時の選手なんです。その時19歳、で、はい、オリンピック選手だったんですね。さあ4分を経過しました。デュークが13対8と立ち上がりはリードしています。リバウンドはデューク、まあ、ノースカロライナもそしてデュークも、こうやって見てもお分かりの通り、両チームともに、バスケットにしては珍しく白人選手が多いチームですね。さあリバウンドはノースカロライナ33番のジャミソンです。非常に奥野さん、トランジションの激しいゲームですね。今のプレーなんで NBA ですね。そうですね、はい、これはノースカロライナ33番アントーン・ジェミソン、1年生です。スターティング5の中に1年生が2人入っています、ノースカロライナです。ここでタイムアウトになりましたが、これがマッキニス、そしてリバウンドジャミソンというところですが、ファールがありました。この番組は伊藤忠商事の提供でお送りします。伊藤忠グループの通信事業、それは JSAT が提供する衛星通信サービスからさまざまな形に広がっています。映像伝送サービス、データ通信サービス、移動体通信サービス、映像情報サービス、 CS 放送、そしてデジタル放送サービス、新しいメディアを新しいアプリケーションでクリエイトする、伊藤忠商事です。TV 3月のラインナップ、まずはライブシャワー、ピアノ1台で普遍的な愛を見事に歌い上げる矢野顕子のコンサートをオンエア。特別番組では常にダンスミュージックシーンのトップに君臨し続けてきた TRF のサウンドを大特集。パップアップでは安室奈美恵、スパイラルライフ、コメコメクラブを、 X アリーナではイギーポップ、ジョディ・ワトリー、ジョージ・マイケルを特集します。スペースシャワー TV への加入申し込みは東京 03-3444-2626 CS 版まで。
ノースカロライナとデュークの一戦をお届けしています。これが現在の ACC の順位ということになります。ノースカロライナがトップ、デュークは現在第5位ということですね。これ今のね、あの数字を見ても分かる通りですね、はい、いかに ACC のカンファレンス内のリングが強烈かっていうのが分かりますね、全体だと全部勝ち越してますね。そういうことですね、はい、確かにあのこのノンカンファレンスの試合、オーバーカンファレンスの試合では、まあ、どのチームもいい成績を収めてるんですよね。今見たところではあの去年ノースカロライナと並んでACC のトップだったメリーランドがあまり良くないですね、はい、うん、まあデュークも考えてみると去年は最下位ですから、うん、さあ今はデュークが決めました。この小さな3番のリッキー・プライス、小さなといっても1メーター96の発表です。さあ今度はノースカロライナがボールをキープしています。とリバウンド争いはデュークか、ファースト踏んでしまいました、リッキー・プライス。審判も一生懸命見てました。さてデュークの方は、コーチ K が今シーズンが16シーズン目、370勝134敗で勝率が7割3分4厘。ディーン・スミスノースカロライナ大のヘッドコーチが、845勝240敗、今シーズン35シーズン目で勝率が7割7分9厘。まあ、両ヘッドコーチともに大変な勝率を残しています。要するにあの全米でも要するにトップ、要するに指導の要するにあのテクニックから、チームの持っていき方から、選手のリクルートの仕方から、全て見本になるねチームのコーチですね、はい、もう本当に代表コーチですよね。さあこれはタップしましたが、結局ニュートンが取りました。奥野さんね、はい、ポジション別のランキング、まあ、プレシーズンで出ましたのを見ますと、はい、ノースカロライナの方は3人ばかり、カラブリア、マキニ、スカーターとランキングの中入ってるんですが、はい、デュークは誰一人として入っていないという状況なんですよね、はい、まあ、そういう中での試合なんですが、まあ、タレント的にはそういう意味ではこうコーチ系としては苦しいメンバーを率いての戦いなんですよね。そのランキングに上がってくるような選手っていうのはこれもうレベル以上の選手ばっかりですからね、ですからこのランキングに入ってきてない選手が、をどれだけその育てるかっていうのも一つのね、はい、そのコーチの楽しみではあるんですよね。もうあのトップにはなかなかあの難しいですけどね、だけどチームとしてちゃんと作っていけば、はい、かなりの仕事できますよね。まあ島本さんね、はい、ノースカロライナの方は先ほどの、このゲームを見に来ていたスタッカハウスとウォレスという、はい、2人が抜けたという話がありましたが、デュークの方もチェロキーパークスという、はい、今ダラスでしたっけね、そうですね、に行ってる選手がやはりエリック・ミークですか、この2人が抜けてますから、はい、両方も同じような条件なんですね、はい、で今までもう確かに今グラントヒル、いやボビー・ハーリーっていうのいい選手いたんですけれど、はい、どうしても資質から言うと、ノースカロライナに負けるというチームがデュークですから、はい、そんな意味ではその中で、ドラフトに値するような選手が2人抜けたということはデュークの打撃もものすごく大きいんです、うん、しかし奥野さんね、はい、そういうふうなチームでありながらデュークがその2年連続全米を制したということの、まあ、意味といいますか、理由といいますか、はい、そのあたりちょっとお話ししてください。これはね、最もこの面白いところですよね、チームゲームのね、はい、言えばチームゲームっていうのはタレントだけでは絶対、そのいい仕事にはならないということになると思うんですけどね、はい、デュークっていうのは本来そういうチームなんですよ。本来そういうチームですよ。タレントを持って強いチームを作っていこうというチームじゃないですから、はい、ないタレントを、いかにしてそのいいチームに、いい人間の集まりにしてしまうかというね、まあ、チームって言いますけど、やっぱり人間の集まりと言った方が分かりやすいと思うんですけどね、だから精神面もそうですし、はい、技術もそうですし、体力もそうですし、はい、それからチームワークと俗に言われるね、
人間がいかに調和して仕事するかっていうようなことにもなりますね。そうですね、例えば分かりやすく言えば会社、東大や京都大学出た、あるいは六大学のトップの面、優秀なのばっかりが集まって、会社作っても儲かる会社ができるとは使われない、そういうもんじゃないということですね。なるほど、はい、スリーポイントショットはウォシェショウスキー、この選手もちょっとシャシェウスキーじゃありませんが、はい、彼今シーズンはよく使われますね、2年生です、はいはい、というのはもう本当に小さいんですけれど、はい、1m80、 変なミスがない選手ですね、やはりね。ですからね、デュークみたいな本当に素晴らしいタレントでチームを作る、そういう人間が集まったチームじゃないですから、ミスをするってことはもう致命傷なんですよね。あ、なるほどね。ですからね、もういかにミスを少なくして、逆に相手にいかにミスをさせるかと、こういうチームの作り方をしていくわけですから、ですからどうしてもああいうタイプの選手っていうのがこの5人の中には必要なんですよね。ものすごく慎重な選手も必要ですし、はい、極端に思い切りのいいね、何をやるか分かんないっていうような選手も必要です、そういうその人たちをうまくコンバイン組み合わせ、ハーモニーを持たせて、最終的に1点2点勝ちに行くっていうね、これがデュークの本質的なチーム作りです。さてここまでのフィールドゴールのパーセンテージなども出ています。14分の8がデューク、15分の5がノースカロライナ。まあちょっとこう話をそういう意味で飛躍するかもしれませんが、去年の広島東洋カープのようにですね、あまりこう大変なスーパースターはいないけれども、選手がそれぞれこうファームから上がってきたりですね、若手選手を育てたりしてチームとして非常に素晴らしいチームを作ったと、お金をかけて選手を集めたチームがそのような結果を出さなかったというあたりは象徴的かもしれませんね。ですからね、私はね、いつもこういうふうに考えてるんですよ、はい、その俗に言われるこの人は素質があるって言われる、いろんな意味で、はい、心技体ともに、素質があるだろう、はい、期待されます、ええ、だけどそれをね実際結果出さない人はね、これ素質ないんだと思うんですよ。それよりもね、はい、バスケットで言えば身長は低い、高く飛べない、ええ、だけどボールは相手のボールをたくさんスチールするわ、得点するわ、こういう選手はタレントですよ、だからやっぱりタレントっていうのはその組織の中で育てるもんだと思いますね。黙って待ってて期待だとか、素質でねやっていけると甘くないですよね、さあとこのリバウンドは結局デュークが取りました。今のところダブルスコアになっています。22対11とデュークがリード。さあスリーポイントショット、ケイペル、リバウンドよく取りました。13番のドムザルスキー、1年生です。こういうのはね、デュークのタイプの、まだデュークの選手になってないんですよ。ああいうところでは絶対ミスをしないね。あそこでボールをファンブルしちゃうような選手は必要ないというね、指導してますね、はい、だからね今バーさんもう瞬間おっしゃったですけど、1年生っておっしゃったけど、あの部分はまだ1年生です、ワンシーズンで、はい、さあ今度はノースカロライナボールをキープしています。決まらない、しかしこれはよくフォローがありました。33番のジャミソン、ですからそのシャセフスキーコーチみたいな人が大学生を教えるのはそれでも大成功してますよね、ですけどじゃあ NBA に代表されるね、ああいうプロフェッショナルを指導したときにどういう結果が出るかなということはまた全く別ですね、また違うということになりますね。そこら辺はコーチ系もよく分かってますよね、もう毎回誘われるんですよ NBA から。もうなんかちょっとあるとコーチ系はプロに職種を伸ばしているとそんなような噂がバーッと流れるんですけど、彼は絶対に行かない、というのは自分がどこでコーチをするのが楽しいのかということが分かってるわけですね、自分の向き不向きが分かってますね。さてこれはクリス・コリンズ、今この選手ですね、先ほどから島本さんのお話の中にも出てまいりましたけれども、デュークのこのクリス・コリンズですが、今スリーポイントショットの数字が出ました。
2年生の時に成功した76本というのが、まあ、ACC のトップだったということなんですが、しかし4年の現在の数字が 46%、まあ、1年の時も 44% ですから、どっちにしてもこれは立派な数字ですね。ポイントでね、プロに行くような選手ではありませんが、はい、本当にあのこういうカレッジの世界ではもう十分にいい仕事をしていると、うん、はい、言えると思いますね。さあ、ノースカロライナ、これはいいところでボールが通ったんですが、この13番のオクラジャ1年生、しかしファールがありました。さて、次回のスポーツアイがお送りいたします NCAA 全米カレッジバスケットボールはビッグイーストカンファレンスのビラノバ大学とジョージタウン大学の一戦です。ビラノバ大学は島本さん初めての登場になりますよね。福岡ユニバーシアドのエースだったケリー・キトルズ、なるほど、彼が出てますね、うん、あのビラノバとジョージタウン、今シーズン本当に ACC がいいんですけれど、その中の要するにやっぱりトップグループの争いですね、うん、はい、というビッグイーストカンファレンスのビラノバ大学とジョージタウン大学の一戦が、次回のこのバスケットボールです。ぜひまた次回もご覧いただきたいと思います。また早くもドムザルスキー選手が3つのファールということでベンチに下がっています。ちょっとサイズ的にはデュークが苦しいところです。リバウンドはジャミソンから15番のカーターへ、さらにパスをつなごうというところでしたがターンオーバーです。デュークボール。これは今のはね、この人しばらく言われますよ。あ、そうですか、カラブリア、はい、中心選手ですけどね、まあ、ひょっとしたらね、はい、あのボールが滑ったスローモーションですね。これ完全なミスパスですよ。これ自分でショットに行くシチュエーションですよね、うん、はい、ただノースカロライナのですね、15番ビンス・カーターっていうのは、非常にマイケル・ジョーダンのプレーぶりに似てると、学生の時にっていうのにバネがある選手ですから、ちょうど入ってきたからやっぱりそこにはアリウープパスをやりたかったんですけど、ちょっとずれたっていうことでしょうね。それよりもね、はい、ディフェンスした12番のね、はい、ウォシェショウスキー、その選手ね、はい、彼のフェイクがうまかったね、ディフェンスのね、おー、ディフェンスのフェイク、シュートを守ると見せかけて、そのアリウープを狙ってる方にパッと守りに行きましたからね、これはこの、ね、パスを回して、そして、ね、あ、これですね、ノースカロライナのマキニス5番です。29対16、残りが7分25秒、まあ、これは大変なハッスルプレーですが、ご覧のようにノースカロライナボールデュークの選手は、まあ、落ち着けというのがこのコーチ K です。いやいや、あれ絶対自分たちのボールだと思ったんですよね、まあ、NBA 進んだ選手が、14人と6人というお話をいたしましたが、あ、これですね、さあどうだ、いや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 、これはどう考えてもデュークですね、デュークですね、これがラシッド・ウォレスと、そしてスタックハウスです。ヒルじゃないですか、ヒルですか、右側はウォレスでしたよね、左側も、はい、左側はスタックハウス、スタックハウスですよね、はい、デュークの方ではそのグラント・ヒルがデトロイトへ行っていますが、その他にもアントニオ・ラングがクリーブランドへ、ともに2年目です。チェロキー・パークスが1年目でダラス、そしてあのドリームチーム1のレイトナーがミネソタ、ボビー・ハーリーがサクラメント、今あの、はい、レイトナーはもうアトランタに移りましたね、アトランタに移りました、そうでしたね、はい、それからフェリーのクリーブランド、まあ、大体この6人がいるわけです。ノースカロライナは、まあ、ジョーダン1人挙げればあとはまあいいかなという気もするんですけれども、まあ、とにかく14人と大変なこれ一大勢力ですね。さあ、あのディーン・スミスコーチは要するに、1976年モントリオールオリンピックのヘッドコーチなんですね、うん、はい、そして、コーチ K はあのドリームチーム1のアシスタントコーチ、まあ、ドリームチーム1というオリジナルドリームチームといったことでしょうね、ノースカロライナの方はそのジョーダンをはじめとして、これ今ターンオーバーの数字が出ていますが、
例えばニューヨークのヒューバート・デイビス、ボストンのリック・フォックス、エリック・モントロス、セブンティシクサーズでは今スタッカーハウスが、映りましたけれども、それからスコット・ウィリアムス、ワシントンの、まあ、ラシード・ウォレスが、先ほどこの場内に来ているというお話ですが、クリーブランドのブラッド・ドアティ、JR リードがいます。サンアントニオ、ヒューストンのチルカットとケニー・スミス、シアトルのサン・パーキンスとロサンゼルスのジョージ・リンチ、オーランドのジョー・ウルフもいます。全部で14人、はい、大変な数字ですね。ジェアル・リードも今ニューヨークに行ってヒューバート・デイビスと一緒にやってますね。なるほどなるほど、はい、まあ、29チームあってこう次から次に選手がまたシーズン中も動きますのでね、はい、さあこれが33番ジャミソンです、1年生。さあこのスリーポイント決まらない。さあまたまたスリーポイント決まりました。外からのショット、デューク。ノースカロライナはまた、はい、ゾーンですが、A、残りね前半5分でしょ、はい、ここまでの16点差ですね。ここまでのね、はい、デュークのオフェンスの出来栄え素晴らしいですよ、うん、もう本当に正確にコーチされてますね。あーそうですかね。あーもう、うん、カラブリア、さすがですが、その後のパスが手につかなかった感じです。あジャンプボールになります。前回放送のあのインディアナ、それからミシガンでしたっけ、はい、そうですね、はい、あの時はインディアナ勝ちましたね、はい、勝ちました。あのインディアナのオフェンスよりも素晴らしいですね。お、うん、今日のここまでのデュークのオフェンス素晴らしいですよ。まあ、どの辺が素晴らしいのかをちょっと奥野さんに、はい、これはノースカロライナ決めました。これだけのね、はい、ノースカロライナのタレントが全然タレントになってないですよね、うん、それぐらいディフェンスを崩してますね、はい、さあではそのオフェンス見てみましょう。決して無理をしないですよ、はい、きちっと相手を崩れるまでね、しっかり忍耐強く、うん、正確なスクリーンですね、はい、それから正確なパス、スリーポイント、いきなり行きました。一番 ね、 ですね、相手が精神的にふーっと抜きたいときにバチャンと行くんですよ、うん、いやバスケット知ってないとできないですね。本当にねよく知って訓練されないとね、はい、でああいう時のショットっていうのは落ちてもその相手の足が瞬間止まってますから、はい、あのリバウンドもねオフェンス有利なんですよね。さあこれを見ますと、まあ、もちろん点差も開いてるのでこういうことが出てくるんでしょうけれども、アウトサイドもインサイドもデュークが今のところ制しているということです。それはねああいう数字が出るっていうのは、チームとしてのオフェンスがいいんですよ、うん、で一番いいのはやっぱスペーシングって言われるね、はい、これは決まらない。しかしここからマッキニス、スリーポイントはダメ。あよくその後落ち着いてジャミソンが決めました。ここはタレントですね、うん、俗に言われるタレントで取ってますね。15点差、デュークがリードしています。34番のウォレス、そしてニュートン、ね、決して無理な攻めしないですね、はい、そしてプライス、いやケイペルです。ケイペルのショットですが、この選手です。1メーター93、3年生。あのね、はい、オフェンスがね、うん、ああいう風に結果的に崩れたっていうのがものすごく今のデューク、高知県にとっては怖いことなんですよ。ですぐにタイムアウトだから、ああいう一本のショットがね、結果が悪いと出た時にすかさずタイム、はい、さてこれがバックコートのそれぞれの比較が出ているんですが、コリンズ11ポイント、スリーポイントも見事です。ケイペルが7ポイント、対してノースカロライナの方はマキニス5ポイントで、カラブリアがまだポイント0と。いつもだったらカラブリアがねかなり、得点でリードしていくんです、ね、そういうことですね、このカラブリアっていう選手、さっきあのアリウープのパスミスしたでしょ、ね、はい、ちょっとやっぱりおかしいですよね、うんうん、外からのショットが今日は決まっています。デューク、この人ね、今ドリブルパスした、はい、そしてこのスリーポイントは決まらなかった。3番のシャモンド・ウィリアムズが入っています、2年生のガード、ね、だから賢い白人の2人の小さいガードをコートに出したでしょ、ここでね、はい、
コリンズと、はい、その12番、ね、オシェショウスキーですね。そう、はい、いや、これで2回エアボール、はい、ここはね UNC チャンスですよ。これとこれは決めました。バスケットカウント、ジェミソンです。ジェミソンなかなかやりますね。いいですね。1年生です。あれだけね、あのいいリバウンドショットができるっていうのは、先ほどから本当にあの、うん、リバウンドのフォローがね、うん、この選手いいですね。あの本当にポジション取りがいいっていうのとね、うん、はい、反応が他の選手より速いですよね、はい、加えてジャンプの速さがあるというね、うん、まあ、よくあのボックスアウトがうまい下手というようなことを言いますが、うん、このジャミソンの場合はボックスアウトされてもスッと外してる。ああ、なるほど、外し方うまいですね、うん、さあそこら辺ちゃんとコーチされてますね。これがね、はい、このオフェンスがキーですよ、一つね、はい、デュークにとってはね、うん、このオフェンスがものすごく気になるところですね。さあ今度はノースカロライナのディーン・スミスヘッドコーチの方も徐々に動きが出てきたという感じです。サインを送っています、デュークのコーチ K。 かなりあの作戦的にもサインをコーチが送ってる。そうですよですね、うんうん、ボディーランゲージですね。さあ残りが2分20秒。このオフェンスはね、本当に興味ありますね、このゲームの中でね、前半。さあオシェショウスキー右へ送ってケイペル、ケイペルが行った、そのままジャンプショット、ちょっと短いリバウンドは、あー取られました。ズイッターが取りました。2m18cm。 来た、そしてカラブリア、初得点が3ポイント。なるほど、ここがちょっとこうポイント、ここもう一回タイム取ってもいいですよ、うん、ここはね、もう3回オフェンス失敗ですからね、はい、あーはー、やはりタイムアウトですね。あ、さすがですね、この辺りはね、ウォレスが喜んでいます。これはもう絶対にね、デュークはここはもうタイムアウトですよ、うん、カラブリアがようやく決めたというところです。まだね、はい、まだね、うん、今日はまだ乗ってないですよ。おー、そうですか。あのね、はい、半信半疑で今の結果をね、あの受け止めてますね。あー、これ見てください、45割近いスリーポイントショットのパーセンテージなんですが、今日はまだ4本2本、はい、あの体の芯にピタッと来てないですよね、うん、さあロシェショウスキーが行きます。これ失敗すると4回続けて失敗ですよ。そうですね、さあ今度はコリンズがサインを出した。ケイプルが行くか、コリンズ、そしてロシェショウスキーはショットには行きません。まあ、リセットしますね、もう一回ね、はい、あと9秒8秒。さあ、ああここからそのまま行くか、ちょっと苦しい、ナイスパスだ、これはいい、あーっと決まらなかった、ああ決まりませんでした。あリッキー・プライスのショットは決まらず。これはね、はい、ちょっともう2回続けてタイム、うん、ああこれはちょっと今マサチューセッツユーマスの、数字がちらっと出ましたが、マーカス・キャンビーですね、ああキャンビーの数字が出たんですね、はい、ACC でトップの21点、ブロックも 3.7 ブロックでトップ、アトランティック10ですね、あごめんなさい、アトランティック10ですね、はい、それから、同じくカンファレンス8位で 7.3 リバウンドとこういうマーカス・キャンビーです。で1位の 3.7 ブロックと、うん、いうことですね。まあ、センタープレイヤーではもう本当に評価が今うなぎ登りですよね、はい、もうマーカス・キャンビー、ティム・ダンカン、うん、それからダンピアですね、はい、この3人ね、さあデュークとしてはショットオフェンスに乱れが出てきた、そのほころびをノースカロライナがつくか、ディーン・スミスヘッドコーチのノースカロライナです。チャージングでしょう、あチャージングです。13番のオクラジャ1年生、
まだね若いですよね、うん、やっぱりね。これです。若い若い。ニュートンに対するタジミのファウルです。さあ1分落ちています。10点差。あとこのレイアップは決まらなかった。今度はノースカロライナ、ナイスパスだ。そしてあーとジリッカーですがシュートは決まらず。今ちらっと大時計に目をやったオシェショウスキー、ゆっくりフロントコートに入りますが、その前に5番のケイペル、もう一度オシェショウスキー、コリンズ、オシェショウスキー、ドリブルインするか。やっぱりねどうしても小さいからね、うん、あと振ったケイペル決めました。バックショット。これでまた12点差ですか。12点差がついてここで前半終了であります。結局42対30、デュークリードで。しかし下尾さんちょっと意外なほど点差がつきましたね。はい、本当にデューク頑張ってますね。頑張ってます。はい、この後後半戦をお楽しみに。ゲッツ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 。わーお近頃大皿お元気です。ガリック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 、まさしくガーリックのパワーですな。お支度ができました。705とドリンクもセットでお得です。ゲッツゲッツイーツピザーラWelcome to BBC World. BBC World では日本の皆様へ感謝を込めてキャンペーンクイズを実施中です。抽選で7名様をロンドンへご招待、また日本の一流ホテル宿泊券、ビートルズグッズなどラッキーセブンのプレゼントを差し上げます。さて問題です。 BBC World の日本語放送は1日何時間でしょう。はがきに答えとご覧の項目をご記入の上、この宛先まで3月末までにご郵送ください。英語でも日本語でも BBC World。うまくいったな。今日はビールがうまいぞ。でも混んでるな。任せて。仕事の後はやっぱり窓だな。限りない伸びやすさ。バドワイザー。さて前半終わりましてご覧のようなスタッツが出ています。奥野さん、はい、これ言いますとまあ一番下のバックコートのポイントですね。そうですね、それからスリーポイントもだいぶあのデュークがノースカロライナに対して上回っているという数字が出ていますが、そうですね、ですから後半ね、ノースカロライナは挽回する要素をたくさん持ってるし、逆にデュークは、はい、この調子をいかに持続させるか、あるいはやり方を変えて、他の得点の方法を考える、見出していくっていうことを考えないと、後半以上に苦しくなる確率が高いですね。まあアウトサイドからの得点でデュークはまあご覧のような点差リードしていると、12点差、をつけているということですが、はい、あの外からのポイントが多いということはいいことなんですか悪いことなんですか。いいことですけども、あれに越したことはないですけど、はい、内側インサイドの得点力を持った上でアウトサイドが強ければいいですね、うん、そういうバランスがね良ければいいんですけど、そういうことですね。どうしても外側からだと、落ちますからねパーセンテージは、なるほど。こういうふうにね、はい、落ちたボールリバウンド強ければいいですけど、デュークやっぱり UNC に比べましてリバウンドを劣りますからね、後半は今リードしてますけどね、はい、かなり苦しい展開になるんじゃないかなと、ですからもちろんそれはね今あのアップになったコーチ系考えてますよ、はい、まあ、リバウンドの本数が要するに UNC ノースカロライナが18本、デュークが15本ですから、前半本当によく頑張ったなとあの身長差でということですよね。そのリアクションもね、はい、あの後半出てきますよ。さあ今度はノースカロライナの攻め、そうジビッカーの足元へ来ました。長身選手の足元で苦手なところですが、その、フォローをよくしましたジャミソン。ルーズボールからこのジャミソンのショットでノースカロライナが後半最初の得点です。この人キープレイヤーですね UNC のね、まあ、の外の得点がデュークが多いことということですが、ノースカロライナは相変わらず立ち上がりはゾーンを使ってますが、
さあ今度カラブリア外へ出して5番はマッキニス、マッキニスそのままドリブルインした、と決まらない。リバウンドはニュートン、紺のユニフォーム、ブルーのユニフォームがデューク大学、白いユニフォームがノースカロライナです。さてコーチの対決という点でも今日のゲームは非常に興味が持たれるところですが、両チームともに、素晴らしいコーチを揃えていますが、ディーン・スミスさんが年齢的なものから言って島本さん、はい、ボブ・ナイトさんと並んで、両巨頭といいますか両横綱という感じですが、コーチ K はですね、はい、ボブ・ナイトの弟子と言っていいんですね。おというのは、はい、ボブ・ナイトが、アーミーのコーチをやってた時の選手なんです。あ、なるほど、はい、それでその後コーチの家業が入ったわけですね。ですから、ファミリーツリーといいますか、系図からいきますとですね、はい、これはボブナイトとディーン・スミスの争いになっています。ただ本当にここ、ずっとデュークいいチーム作って優勝もしてますから、出乱の誉れといいますか、弟子が師匠を超えているという世界にまで来てますね。奥野さんね、はい、そのボブナイトさんの、ある意味では弟子ということですが、戦術的にはどうなんですか、似たものがあるんですか。特にディフェンス面のベースは同じですね。全く同じですよ。あ、そうですか、はいはい、それからオフェンスは、コーチ系の方が多彩です。あ、やっぱりね、本当にボビーナイトさんという人はね、もうこだわりの強い代表みたいなもんだよね。なるほど、もうこだわりすぎぐらいにこだわってるというね。今シーズンのインディアナも見てもそんな感じもしますが、デュークと同じように、両方ともそれほどその大変なタレントが入ってきて、チームを作ってるというのではなくて、入ってきた選手を育てるというタイプのコーチなんですね。そうなんです、全くね、その通りでね、逆にね、あんまりね、はい、タレント俗に言うタレント性、タレントだと言われるね、はい、プレイヤー、はい、ものすごく速いとか、ものすごく飛ぶとか、そういう肉体的な意味でのタレントだけのプレイヤーっていうのは続かないですよ。はい、でバスケットはね、やはり上から順番にその仕事する競技だった、そういうふうに古い格言があるんですけど、要するに頭を使って、はい、それから次に心を使って、それで下半身を使ってやるんだと、なるほどね、いう言葉があるぐらいですからね。だからそのタレント性、運動能力という意味でのタレント性だけのプレイヤーっていうのはね、デュークとかインディアナじゃ続かないですよ。なるほどね、4年間続けるのは非常に難しいですね。大変なことですね。もうそれこそね、絞りに絞られますからね。ケンタッキーでもそうですね、はい、やっぱりこの人、それから、今のファールじゃないかって言うんでしょ。そうですね、ディフェンスのファール取ってもいいですね。それがチャージングを捉えたわけですね。いいことですね。ジェイミソンのね、ディーン・スミスさんがちょっと渋い顔を見せていただくんですが、今度はディーン・スミスさんのお話をします。ディーン・スミスさんというのは島本さん、はい、どういう方と言っていいんですか。本当に今シーズンで35年目、本当にノースカロライナの歴史と言っていい、はい、あるいはアメリカのカレッジバスケットの歴史と言っていいようなコーチですね。で優勝の回数はまだ 2回しかないんです、ただファイナル4に行った回数はものすごいですね。本当に回数としては十何回という、はい、いうことで、要するにいい選手を集めてきちんと卒業させて、はい、いくと、ですからこう学生の時に花開くというよりは、本当にプロへ行って花開いている選手が多いですね。なるほどね、確かにノースカロライナ14人現在でもね、現役の NBA の選手がいるというぐらいですから。ですから面白いことにこのデューク大学、はい、それから、インディアナ大学、はい、これ学生時代にですね、本当に頂点を迎えちゃう選手が多いんですよ。ですからものすごくいい選手が、はい、そこで終わっちゃってプロ行って
すごい成績を残すっていうプレーやってるのはこれまでそう出てないですね。古くはジーン・バンクスっていうような選手がデュークにいましたし、はい、そんなような選手はいっぱいいるんですけれど、なかなか、なんていうんですかね、開かない、すごいスーパースターにまではなり得てない、はい、まあこれ大学の質にもよりますね。なるほどね。これデュークは本当に私立ですよね、これね、うん、それで言ってみればデュークだ、それからスタンフォードだ、はい、それから、バンダービルトだという、これ、運動も勉強も一生懸命やる大学なんですね、はい、ですからそこに要するにそのプログラム、大学のプログラムに憧れて、来る選手が多いわけです。ですから非常に文武両道を、追い求める選手が多いという、そうするとどうしてもネバダラスベガスみたいなね、タカニアさんの時の、はい、すごいタレントが来るということは考えられないですね。なるほどね。さてようやくデュークが後半に入りまして、先ほど初のゴールを、4分ぐらいずっとデュークはノーゴールだったんですよ、黒さんね。前半あれだけいいオフェンスをしていたデュークだったんですが、点が入りませんでした。おっと、これはノースカロライナ、カラブリアだ。カラブリアがそのまま行きます。カラブリアそのまま行くか、外へ出してスリーポイントは行かない。一旦戻りました、5番のマッキニスです。今度はマッキニスそのまま行ってジャンプショット、あ、ダメです。しかしリバウンドは今日は大活躍、ジャミソン。この人キーですよね、本当にキープレイヤー。リバウンドボールに対する感覚っていうのがやっぱり抜けていいですね、この人はね。4点差になりましたね、岡野さん、はい、あれだけ一時はもう20点ぐらい差がついていたのに、はい、本当にバスケットわからないですね。ですからね、どういうリードの仕方をしているかっていうことがもう大事ですよね、はい、後半に入ってデュークがパサッとその攻撃が止まってしまいました。防戦一方に入っています。というよりもシュートが決まらなくなった、あ、これ完全にノーマーク。いや、このウォレスの喜び方、いや、ウォレスの喜び方、そして大活躍は1年生のアントーン・ジャミソン。いや、このジャミソンは今日大活躍ですね。結局ね、ノースカロライナのオフェンスがうまくいってない時のこのジャミソンのリバウンドでつないでて、はい、うん、追い上げてやっと1ゴールまで来ましたけど、はい、もう全部ジャミソン絡みですね。そうですね。これもマッキニスのシュートが決まらないですが、ジャミソンがリバウンドを取って入れました。そして今度はこのオクラジャがジャミソンへいいパスを出すんですね。ここからですね、ね、本当にオープンギャップって言いますけどね、うん、オープンギャップにパッとこう 1,2 歩で動くっていう、はい、これが素晴らしいですね、この人ね。さあ今日は21ポイントですか。あ、だからジャミソンがいる間のノースカロライナ大学でやるときに、ゾンディフェンスを下手にやると全部やられますよ、この人にね。ちょっとまあよく奥野さんおっしゃってますが、ゾンの場合はシームをどううまくギャップをうまくどう引くかというね、ことだったんですが、この人は本当ギャップを使うのがうまいですね。これは決めました。しかし島本さんね、はい、ジャミソンは1年生ですよね、はい、1年生でここまでの7試合が 17.4 で、今日の試合もここまでで21点上げてるわけですが、なかなかこれだけ活躍している1年生というのも、まあ、それはもちろん、ね、たくさんいるでしょうけども、はい、そんなにはいないですよね。まあ、今シーズン本当に1年生の、ね、活躍がすごいと、はい、ファビュラスフレッシュマン、まあ、昨年は要するにソフォモーセンセーションなんて言ってますけど、今年はねやっぱりね多いですね、1年生がね、はい、ACC、はい、いや ACC はまあこうノースカロライナなんかいるんですけど、パク10なんかはですね、はい、カリフォルニア大学のアブドル・ラヒムとか、はい、テクサス・クリスチャン大学の、ダミオン・ウォーカー、はい、それからグッド・シャム・グッド・プロビデンスですね、それからアーカンソーのカリーム・リード、そういう選手が、ね、非常にいいんですよね。その他前何度もお知らせしてますマーバリーとか、
そこら辺の選手がですね、本当によく頑張っているというふうに言えますね、うん、はい。まあ、今言ったような名前を皆さん覚えておいていただくと、これから先さらにまた楽しくご覧いただけるかと思うんですが、奥野さん、はい、このキープレイヤーに今日のゲームになっているジャミソンがもう4つですよ、ファールがね。これがね、今日のゲームの、ね、この時点で、はい、まだこれだけ残り時間ありますからね。そうですね、これはもう UMC ノースカロライナにとってはね、もう大問題が起きたんですよね。そういうことですね。ここでもう本当にこの試合最大の問題ですよ、これ。まだ、うん、はい、13分もあるんですからね。これをいかにね、変わったメンバーがきちっと仕事するかですね、はい、そして勝負どころでもう一回ジャミソン投入ですね、うん、さあノースカロライナマッキニス13番のオクラジャ、決めた。ジッカービッカーは3年生、オクラジャは1年生です。これも同じく1年生のジャミソン、もうすでに4つのファール。さっきあれですね、ファール1つ余分に取られてますからね。そうでしたね。それが痛いですよね。なるほど。あ、これはいい感じだ。あっとファール、うん、カラブリアのファールです。このデュークの55番ニュートン、ニュートン、ええ、このニュートンが要するに頑張ってくれると、うん、あのデュークだいぶ楽になるんですけど、まだ本物ではないようですね。これはオクラジャ、そしてジビッカーという先ほどのプレーでした。55番グレッグ・ニュートン、2メーター8センチ、3年生です。このニュートンでも2メートル8センチあるんですからね。ジッカーですか、はい、あの人がいるから小さく見えますね、はい、2メーター18と比べるとやっぱりちょっと小さく見えますけど、2メーター18だと7フィート2インチですからね、はい、確かにあのチェロキーパークスが抜けてですね、どうなるかなと思ったんですが、まあ、その分やはりそのニュートン、がどう頑張れるかということだったんでしょうね。まあ、あのこれは今ディーン・スミスさんの表情を映っていますが、コーチ系の話としては、うちのチームは ACC という激戦区で優勝争いをできるだけの力が戻っているというところを、まあ、口で言うだけではなく実際に証明して見せなければならないんだと、こういうかなり強い、決意をコーチ K がシーズン前に語っていますが、これもうバックドアカットの代表的なシーンですね。あ、はい、スローで出ましたね。ゴール下へ入り込むバックドアで現在50対45、デューク5点のリードとなっています。まあ、去年はデュークはピート・ゴーデットさんがまあ、アシスタントコーチだったんですが、コーチ系の代わりに代理で、ずっとコーチを務めていたんですが、思うようなゲーム運びができずにカンファレンス最下位に終わってしまいました。立て直しのシーズンです。マッキニス振り向いたらショット、さすがにシーズン前のポイントガードのポジション別のランキング第7位でした、このジェフ・マキニス。カラブリアがシューティングガードの18位、それからカーターがビンス・カーターがスモールフォワードの第14位と、こういう、まあ、バックコートにタレントを揃えていますノースカロライナ大学。フロントコートもいいですよ、ね、あフロントジビッカー2メーター18センチですからね。それに、はい、ジャミソンがね今日は、まあ、これジェイミソンって言ってますね、うんうん、この彼非常にフィールドゴールパーセンテージ高いですね、はい、今 61.7% というデータがこっちにあるんですけどね、3月5日のデータでですね、やっぱりかなりの確率ですね、うん、今ね興味のある数字出たでしょ、はい、前半 54% フィールドゴールパーセンテージデュークね、今の時点で 14% ですよ、うん、入んないんですね。どうしてこうなってしまったんですか。やっぱりあの距離の長いショットが一つね、はい、距離の長いショットがもう全然入ってないということ、それから、はい、ノースカロライナのあのインサイドのディフェンスが持ち前のあの高さを有効に使ってね、ニュートンをはじめとするあのセンターフォワード陣をきっちり抑えてるっていうことですよね。
ナイスパスだ。これはオクラジャ、さらにはズビッカー、ズビッカー、まあ大きさでやってますね。2m18cm です。もうジェイミソンの代わりを今この人がやってますね。さあ3点差まで来ましたね。またはい、オシャショウスキー。さあこのジャンプショット、いきなりのジャンプショットが決まりました。あの人はね、この選手よく決めてますね、プライスね、はい、はい、2年生。さあマッキニスから3番はウィリアムス、サモンド・ウィリアムです。これはカブリア、もう一度マッキニス。この人はこういう攻めが好きなんですね。いいですね。そして1人でいきます、うん、リバウンドはニュートン、そしてオシャショウスキー、はい、あの人のもう1対1のプレーは少々強引でもチームがちゃんと認めてますよね、うん、ということなんですね、うん、さあ3ポイントケイペル決めました、ようやく外からのショットが決まりました。この5番のケイペル、今みたいに本当に高い位置でこうね打つショット、レインボーショット、あ、はいはい、虹のようにね、合格という、はい、いろいろな綺麗な表現なんですね。さあこれはリッキー・プライス、デューク大学の選手ですが、オーストラリアステートで8点、フロリダスが12点、テンプルで3点、メリーランドで11点、今日が14点、はい、今日が一番いいよということですね、はい、本当によく決めてますね、はい、3番のリッキー・プライス、なかなかやっぱりあのデュークらしいプレイヤーですね。そうですね、うん、あのね、苦しい時にしぶとさを発揮するっていうね、うん、ノースカロライナのホームコートで行われされています。デュークとノースカロライナの一戦、そのリッキープライスのファンですね。このディーン・スミスセンターは収容人員が 21,572人です。ほぼジェミソンは多分これ満員でしょうね、はい、さあ出てきましたよ、ね、おジェミソン出てきましたね、出てきましたよ。今日はすでにもう21ポイントを上げていますジェミソン。おー、左が来た、うわ、今ジェミソンかと思いましたがビースカーターでした。いや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 、ちょっと雰囲気が似てますね、ビースカーターとジェミソンと。今はビースカーターが決めました。ビースカーター本当にあの、マイケル・ジョーダンとね、並び称されるような選手だと、はい、感じが似てるよというふうに言ってましたけど本当ですね。しかし配球時間のある素晴らしいショットでした。しかしこのコートもタイフさんも立派ですね、本当にね、すごいですね、これです、1年生です。いやこれカーターもジャミソンも両方とも1年生ですが、本当楽しみなフレッシュマンですねこういうフレッシュマン2人いるんですから、まあ、本当にあのノースカロライナ見ると毎年そう言ってますね、はい、まあ、それがあの最近はみんな2年生3年生でどんどん抜けていっちゃうんで、このあたりリン・スミスさんもちょっと頭痛いところだろうと思いますが、さあオシャショウスキーからケイペル、さらには右へ送って34番ウォレス、おっとちょっとケイペルへのパスが、いやプライスへのパスです。あー、ファールがありました。カーター、デューク大学ブルーデビルズ、ノースカロライナ大学カールヒルズ、もうすでに4つのファールが33番のジャミソン、うん、さあ今の誰ですか、リキピアス、はい、この3番はプライス、うん、途中でカットしました。今ニュートンいいディフェンスだった、ね、そうですね、うん、さあケイペル3ポイント決まりました。ようやく前半の調子が戻ってきたケイペル、うわ力が入ってます。この20番コリンズです。おまた11点差になりました。2点差からまた11点差まで開きました。ジャンプショット決まった、このカーターです。15番のカーターが決めています。何のように11点差ホームコートでダブルフィギュアの差をつけられては、しかもライバル校にそういった差をつけられては
名門ノースカロライナとしては黙っていられないというところでショーニュートンのショット、ジェイソンのリバウンド、今のが一番大問題なところですね、デュークにとってはね、はい、あそこで点が取れない、これは苦しいですよ、はい、およくリバウンド取ったデューク、あーっとちょっとお、うまい、あまだデュークボール、うまい、うん、うまく取れないと見たんでね、ボールを相手にぶつけました、55番のグレッグ・ニュートン、そのプレーご覧いただきましょう。あ、うまくぶつけてますね、ケーペルに体、いや、ノースカロライナのマッキニスにぶつけました、まあ、デュークのオフェンスが戻ってきてご覧のような点差にまた開いたということですが、これずいぶんちょっと今この写真が出ましたが、これ ACC のオフィシャルの、まあ、レフェリーだった方ですね。昔のっていうか、まあ、昨シーズン引退したらしいですね、はい、で本当、NCAA のファイナル6回吹いてるんですよね、うんうん、16回 ACC のファイナル吹いてる、はい、ベテランのコーチだ、オフィシャルというところですね、ニー・ウィルツ、はい、見に来てるんですよね。そうですね、あの招待しますよね。そうですね、地元のゲームはねまあ今のノースカロライナの方で、まあ、どこの体育館でもですね、その学校あるいはそのチームの、誇る選手たち、過去の選手たちの、まあ、業績をですね、記念をしてということあるんでしょうが、ユニフォームが飾ってありますよね。あれ普通リタイアードジャージと言いましてね、はい、永久欠番の選手の番号をやるんですけど、はい、あんなにあるはずないですよね。ずいぶん飾ってありましたよね。だから今登録してる選手なんかの番号が入れてあるんじゃないですか、ね、それか、うん、あのオールアメリカになった選手の、名前と番号、あ、だからマイケル・ジョーダンなんかの番号がついてたんですよね。なるほどね、うん、マイケル・ジョーダンなどはあのノースカロライナの永久欠番になってるんですか。まだなってません。あ、なってないんですか、はい、カレッジはあんまりないですね、うん、さああのね、あのこういう大学になるただね、選手として良かったっていうだけで永久欠番にしませんよ。そうですね、はい、あのトータルにね、やっぱりみんなが認める人でないと永久あのリタイアジャージにはなりません。あ、しかしノースカロライナがまたググラッと追い上げて4点差、いやこれは分からないゲーム展開になりました。もう前半は圧倒的にデュークペース、まあ、一時は20点ぐらいの差がついたんですが、ノースカロライナが追い上げて、まあ、前半は12点差デュークリードで終えました。後半に入ってノースカロライナが一時2点差まで追い上げたんですが、再度また10点差以上デュークがつけて、それをまたノースカロライナが追い上げたと、まあ、こういう展開です。まあ、去年はあのケンタッキーが何度もお話してますが35点でしたかね、前半35点です、ね、ひっくり返したという、ね、ゲームがありましたが、ディーン・スミスさんです。ディーン・スミスさんのこの戦術上のといいますかプレー上の特徴というのは何かあるんですか。あのこの人はやっぱりあのコーチングスタッフアシスタントコーチをですね、ええ、あのしっかり教育してるって言いますかね、はあはあ、いろんなアイデアを出させるんですよね、ええ、ですからあの毎年こう違ったものが、はい、こう出てくるっていうことの多いね、はあはあ、はい、チームですね、うん、ディフェンス面でもオフェンス面でもね。だから今はあんまりあの持ち時間が少なくなったからないですけどね、はい、あの例えばフォーコーナーなんていうのはね、はあはあ、フォーコーナーオフェンスっていう、はい、あのもう有名ですね、有名なね、はい、あの逃げ込む時のね、戦術ですけどね、彼なんか あのあれなんかもうノースカロライナで始まったオフェンスの戦術ですよね。まあ、今あの35秒というあのショットまでの時間がありますが、まあインターナショナルは30秒ですけど、昔はあれがなかった。そういうわけですよね、もうノーウォッチと言われた時代ですけどね、その時はね勝ってると要するに4コーナーに人間を置いて、そこパスして時間を稼ぐというやり方をしたわけですね。まあ、いわゆるそのストーリングという、ねことになるわけですが、まあ、そのオフェンスを一つ編み出した人でもありましたディーン・スミスさん。それはね、はい、あのパット・ライリー
じゃなかった、パットライリーはケンタッキーだから、今 NBA のあの UCLA のヘッドコーチやった、よくチームを触る NBA のラリー・ブラウン、ラリー・ブラウン、はい、ラリー・ブラウンがこの UNC の選手ですからね、うん、そうですね、卒業でしょ、あとあのシアトルのジョージ・カールで、そうそう、でラリー・ブラウンがね練習中にね、あのドリブルしてあのコートの真ん中にダーッと入ってって引きつけてまたパスをしたっていうのを見てて、それをヒントにしてああいうオフェンス作ったんですね、このね、このディーン・スミスさんがね、うん、ということはまあ指導者をも生んでいるディーン・スミスさんと、そうある意味ではこうコーディネーターといいますかね、うん、ゼネラルマネージャーというような雰囲気のところもあるんですね、そうですね、もう何しろ、ね、うん、アメリカのバスケット界を作り上げてきた人と言っていいでしょう、したがってこの体育館にもディーン・スミスセンターという名前がついているわけですが、さあ残りが5分半余りになっています、非常に競ったゲームになっています、ここからね、はい、私はねリバウンド力の、うん、その差がね、ええ、こういうとこからリバウンド、特にディフェンスリバウンドの力っていうのがもう大きく影響しますよ、うん、だからちょっとね相当このデューク先行していきたいですね、はいはいはい、まあ、やはりリバウンドだけ比べるとノースカロライナのが上なので、うん、できるだけデュークとしては先手先手を取って差を広げておきたいところですが、12勝7敗カンファレンスに入って3勝4敗のデュークと15勝4敗カンファレンスに入って6勝1敗のノースカロライナの一戦、あーオフェンスリバウンド、あ17対11やっぱりね、11本の大半は前半でしょうからね、そうですね、なるほど、そうですね、特に何かオフェンスリバウンドはあの33番のジェミソンが随分入れていたなというね印象がありますが、あ1点差になりました、64対63、これは一番今までで、まあ、追いついてきた点差としては一番こう小さい点差です、それで 2-3 ゾーンですね、またゾーンにしました、スリーポイントは外れた、もう一度行くか、オシェショウスキー、これねここからダブルチーム行くんですよ、コリンズ、アイパスが通った、そしてプライス、スリーポイント、神コップがちょっとコートの中へ投げ込まれました、割合興奮したこの、場内でもこう物が入るというのは非常に珍しいんですけれども ね今ちょっと神コップが入りまして、このプライスという選手はなかなかのもんですよ、これね、一方デュークはね、伝統のマントマンね、はい、マントマンディフェンスといえばデュークか、はい、インディアナか、そうですね、はい、さあね、このね、ナイスディフェンスだ、うん、ナイスディフェンス、デュークボールをうまく取りました、ニュートンからオシェショウスキー、ニュートンが先ほどからいい感じでパッとこうパスをカットしますね、これはね訓練してないとできないんですね、はい、そしてコリンズ、あいい形だ、そしてニュートン相手ファウルを誘いました、さあここでフリースロー2本欲しいところです ね本当は3点プレーにしたいんですよね、うんうん、バスケットカウント1フリースローでいきたいんですけどね、あ、ジェイミソンのファールです、あこれでじゃあファールアウトになるんですね、はい、ジェイミソンのファールだったんですね、いやなぜだという表情のジェイミソン、スローで出ますよ、スローで出ますよ、はい、見てみましょう、33番の選手です、そうこう見て、あれ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 、あこれで取られたんですか、あれジッカーの方のファールじゃないですか、どっちかというとね、納得がいかないという感じのジェイミソンです、今日2本損しましたね、ですね、ね、うん、やっぱり動くし目立つから損しますね、なるほど、今日は23ポイントを挙げた1年生のジェイミソン、まあしかし今日は大活躍でした、1投目ニュートン決めています、
Duke showing no signs of wilting. Every time North Carolina has come back, Duke has been able to forge the lead back out again. This would be such a big win for Duke. It would put him at 4-4 in a conference. It would give him 2投目は入らない。これは痛いですよ。And it would really build momentum for the Duke. これは痛いね。コーチ K の表情です。5点差です。さあドリブルでマッキニスが割って入りましたが、この人のワンのワンの能力すごいね、これですね。Take the ball to the goal strong, trying to seal off the defensive player. ファールを誘われてしまいますね。さあここもフリースロー問題ですね。さあマッキニスのフリースロー、1投を決めました。それにしても島本さん、この UNCT チームは贅沢なチームですね。本当にああいう2人選手がベンチにいるんですから本当に2投目を決めました。参りますね。3点差、残りが3分56秒。懐かしいですね、このゲームね。そうですね。He has become a star. The Super South has really made all the big plays. He's hit the open jump shot. Duke is hitting the big basket. The storyline from Chapel Hill. さあ、ご覧のようにリキー・プライスは19得点を挙げています。特に今後半に入って13得点。スリーポイントがすごいですね、デュークは。50% で10本決めています。ノースカロライナは、オフェンシブボードが17という数字が出ていますね。それから今日はジャミソンが23点でファールアウトになっているという今ストーリーラインが出ました。ジャミソンとカーターがベンチにいてちゃんとゲームやれるんですから、本当に羨ましいチームですよこれね。それだけ才能がね揃ってるってことですよね。そうですね。まあしかし考えてみれば、去年などスタックハウスは NBA アーリーエントリーしないという最初のうちは言われていたわけですよね。それがまあ入ってしまって、逆に言えばジェミソンなりカーターなりの出番が出てきたということもまた言えるかもしれませんよね。さあこれはデューク、マイク・ジャシェウスキーとのコーチです。3点差、このディフェンスをデュークはなんとかディフェンスを成功させたいですね。あ、ここに入ると苦しい。デュークボール、スリッターのこのスピンムーブでのこれですね。クショット気味のショットはダメ。なんとなく今デュークの5番のケンペリに触ったようにも見えましたが、デュークボールになりました。3点差、残り3分。プライスからボシェショウスキーノーホイッスル、いいパスが通った。ケンペル、あー、ズイッカーのファール。これもスリーポイントプレーにしたいところだったですね。Mike Krzyzewski loves this little guy. Told me yesterday, how could you not appreciate this kid in terms of the effort? Look at that pass. いいパスが通ったんですね。そしてここでケイペルというところだったんですが、ズリッカーのファール。リクバイタルさんね、マイク・シャシェフスキーが一番好きなプレイヤーはこのハードだと思います。12番、オシェショウスキー。なんとなくボビー・ハリーに雰囲気がちょっと似てますね。やはり奥野さん、なんとなくそのチームの同じポジションのということになると似た雰囲気にこうなってくるんでしょうかね。あのね、要求されるいろんな課題がね、コーチから出る課題が同じでしょ、はい、そうするとだんだん それ染まってきますからね。なるほど。あ、それにしても今フリースロー2投目外した。また先ほどと同じようにデュークがフリースローを1本外してしまいましたが、
4点差。このディフェンスリバウンド取れなかったの大きいですよ、これは。今度は逆にノースカロライナのフリースローになるわけですが、デュークが1本失敗したその後のノースカロライナ、あー1本目失敗。オクラジャーなんていう名前はこれ、珍しいでしょ。珍しいですね。オクラさあ3点差、これでしょうね。インド系じゃないですかね。いや僕もそう思ってたんです、はい、うん、マハラジャーなんていうのがですよね。だから仏教国に多いね。そうですね、ビートルズの曲のね、オブラディオブラダみたいな名前で、だけどいい体しますね。ちょっとティムダンカン風っていう感じですね。入るかなこれ。さあ入らなかった経験。オクラジャー、オクラジャー、はい、さあ今度はオクラジャーです。この5番がマッキニス。デュークはこれを取らなきゃダメだ。あれ、オクラジャー。13番オクラジャ、この選手です。オクまでが同じなんでどうも気になってしょうがない。なるほど、1点差になりました。ラジャとノーの違いだけどね。残りが1分半少々、うっと、これは決まらない。無理な体勢で打った。残りが1分30秒、1点差。さあ今度逆転のチャンス、スリーポイント、これは決まらない。さあまだわからない、まだわからない、当然まだね、今シュート打ったのは誰ですか、この人でしょう。そうですね、はい、マキニス。お、今度は逆にご主人、うわー、スリーポイント決まった。いや、これは力が入る高知系。あー、これは高知系力が入る。72対68、4点差になりまして、残りがまもなく1分になろうというところです。よくタイム取らなかったねこれ。そうですね、あー、今度はスリーポイント、すごい、1点差。よくタイム取らなかったの。ああ、タイムだと思ったんだ、うん、ほら、あのライン、ライン越えちゃいけないんだよね。僕もよく注意されますけど、思わず、ああ、失敗したかという。だからね、僕はなぜあそこでね、タイム取らなかったのかった、いずれにしましても72対71、文字通りの大熱戦、大接戦となっています。伊藤忠グループの通信事業、それは JSAT が提供する衛星通信サービスからさまざまな形に広がっています。映像伝送サービス、データ通信サービス、移動体通信サービス、映像情報サービス、 CS 放送、そしてデジタル放送サービス。新しいメディアを新しいアプリケーションでクリエイトする、伊藤忠商事です。森のパーカー親子プレゼント実施中。鼻水に鼻詰まり、こうなったらコルゲンのソフトカプセルですね。なんせ有効成分がもう溶かして入れてありますから、飲めばそのまま鼻に作用して効いてくるわけです。ほら、楽になったでしょ、コルゲンソフトカプセル。いいだろ母さん、バンテリン。肩も腰も調子がいいのだろう。僕たちに効くものは母さんにも効くの。はい、交代。バンテリンは薬が直接入っていて、痛みを患部から直に取ってくれる。ここなんですね、バンテリン。さて、素晴らしいゲームになりました。まあ、期待にかなわぬと言いますか、デューク大学とノースカロライナ大学の一戦、ノースカロライナ大学のディーン・スミスセンターからお送りをしているわけですが、あ、これはもうラシド・ウォレスも力が入るというところですね。うん、このオシャショウスキーのスリーポイントが決まって4点差にしたんですね。ここで力が入った。ここでね、体の中にショーディに近づいたっていうのがあるんですよね、うん、
だからこそダメ押しをしたかったね。ここでまたタイミングよくタイムアウトの数が出たりするんですね。そうなんですよ、そこなんですよ、この問題はね、今日はこのジャミソン大活躍でありましたが、すでにもうファールアウト。さて今度は、まあ、ヘッドコーチ同士のまた戦いにもなります。ベンチワークの戦いにもなります。その通りね、共に大学を代表するヘッドコーチです。さあここまではいいね、1点差。ここからねノースカロライナのディフェンスが見たいですね。はい、行ってさあダブルチームどうする。行かない我慢してる、はい、行ったね、行ったかな、まだ行かない。オシャショウスキー、さあ時間を取っています。あーっと、まだボールは生きているか。あーいや、まだボールは生きている。しかし向こう側のタイムじゃないのこれ。アウトオーバーンズと言っているんじゃないですか。タイムですか。 UNC のボールということですか。じゃあそれにしてはすごくタイムが動きましたね。残りが27秒3。いや、これは大変なことになっています。1点差です。スナモさん、マンさんがあんな大きな声出すの珍しいでしょ。いや、そんなこと何を言ってるんですか。本当にあんな、それぐらい30秒、はい、それぐらい、あ、戻りましたね、時計ね、戻ったですね、あ、出ますよ。見てみましょう。これが失敗するんですね。どうかな、出たのかな。ニュートンが飛んできて、まだ生きてますね。生きてる。でコリンズが取るんですね、はい、踏んではいなかったように、越えてはいなかったように見えますが、それでどっちのボールですかこれ。であるならばデュークボールということですよね。32秒9まで戻ってますからね、うん、始まりましたよ。あれ、ノースカロライナボール、やはりアウトバウンズだったんですか、踏んだのかもしれないですね、はい、うわーっと、ここでデュークだ。トラベリングじゃないかな、ジャンプボール、トラベリングじゃない今の、確かに今あの画面の左手に見えました審判はノースカロライナだと言ってますがね、コリンズのね、取った後ね、はい、フロアで動いたんですよ随分ね、このクリス・コリンズがトラベリングをどうやら取られたということでしょうか。まあここはちょうど今ノースカロライナ大のまあホームコート若干そういう声援に後押しされたような判定もあったかもしれませんが、さあ残りが20秒、 UNC ボールです。さあマッキーです。11か、あ、ダメ、あ、決まりました。カラブリアですか。カラブリアです。73-72、タップしたんですがこれが入ってしまったというような感じです。いやいや、今カウントでしょう、もちろん ね、はい、ノースカロライナ逆転です。残りが6秒ちょっと、いや微妙な判定が続いたんですが、その後このプレーです。ジッカーで決めるかと思ったんですが、ニュートンがよくブロックしたね、ブロックしたんですが、その後カラブリアがもう一度出る、ニュートンがよく弾いた、それをカラブリア決めたんですね。タイムアウトを取ったんですね、もちろんね、はい、残り6秒5でしょ、ノイズと出るんです、はい、このサゲーっていう声が出るんです。そうですか、はい、あの意外とですね、はい、オレンジバスケットの場合にはあまりこう ああいう画面が出ないんですけれど、NBA の場合いっぱい出ますよね、はい、ですから本当に面白いですよ、さあご覧のような今、それぞれ成績になっているわけです。あ、こうして見るとあのオーバーオールのところのバージニアだけ5割を切っているだけですね、はい、ノースカロライナは現在トップ、デュークは第5位、2勝6敗のノースカロライナステーツでさえ12勝8敗ですから、うん、
殺人リーグと言われます。アトランティックコーストサンパです。さて残りが6秒後、さあデュークにとってこの6秒後どう使うか。さあショットだ。さあ行きました。プライス決まらない。ここで試合終了です。プライスが決まってればブザービーターで、しかも大大逆転の、これは素晴らしいゲームになったんですが結局決まりませんでした。ノースカロライナ大が1点逆転勝ち。カターです。がっくりという感じです。デュークというゲームでありましたが、まあこれは素晴らしい試合になりました。ちょっとこのところこういうオイツオアレスの試合が割合少なかったので、島本さん、ね、感動しましたですね。いやもう、グッドゲームですね、はい、これはまあ我々だけじゃなくてこれ見に来た人ももちろん1点差で、しかも逆転勝ちですからコートに降りてくる人ありで大変な騒ぎになっていますが、もう一度ご覧いただきましょう。ナイスパスですよ。ここでリッキープライス決めていれば大逆転だったんですが、というところですね。まあ本当に、紙一重で勝敗決まるわけです。もう最後は仕方ないというこの高知系です。ここまで来るとやはり簡単としたもんですね。そうです。もうね、あそこまで勝負してますからね、はい、もう入らなかったら負けですよ、うん、もう負けに行くんですから、はい、最後ね、そういう意味では要するにデュークも、はい、打つべき人にパスがきちんと行ったわけですからね、そこで要するに勝負かけたわけですね。もうこれはしょうがないですね。しょうがないですね。よくだけどここまで、はい、僕はデュークは持ってきたなと、さすが高知系ということになりますね、はい、全くもう NCA の選手権優勝したような騒ぎですね。これは珍しい光景ですが、まあ、素晴らしいゲームを見せてくれましたノースカロライナ大学とデューク大学、伝統校名門コンド両チームの対戦でありました。次回のスポーツ愛がお送りする NCAA 全米カレッジバスケットボールは、ビッグイーストカンファレンスのビラノバ大学とジョージタウン大学の一戦をお送りいたします。解説は奥野俊一さんと島本和彦さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。実況、バンシン。そうですね。はい。